今回は十段戦の本戦2回戦から、尾形正樹九段対河野臨九段の一局を紹介したいと思います。はい、尾形さんの黒番です。この句ですね。ここは棋譜並べするときはいつも初見で並べてますので、はい、まあその時思った、ことをね、喋ろうかなと思います。まあ最近はまあ構えなくてもね、来たら挟むという感じで省かないことも開かないことも多いですよね。でこちらの、定石を選びましたね。切ると、4目は取れるんですけど、黒もねこの厚みで一局どうということですね。はい、ここに来たので挟む碁ではあまりないかもしれませんね。それでも打ち込んだんですね。はい、これはこうやって、取ったと。僕はこれちょっと意外な手でしたけどね。次は辛い手ですね。コスミツケを残したと。あと出切りもねちょっと狙ってますけど、はい、一手入れましたね。またこれもまたそうですね、気づかないところでした。
これ下がりがあるっていう意味ですね。これ下がりが来るとここ当て込めば死んでると、ここの下がりがね、一応その手はありますと。結構黒もね、各所にあってなかなかですよね、黒番のね、尾形先生も頑張ってるかなと思います、先ほどの手があるんで、抜きましたね。中がね、どれぐらい地になるか、これなかなか計算できないですよね。ではこの点にも防ぎになってると。言ってた方が良かったんでしょうかね。継ぐのはこっちから当たりされて全部取られてしまいそうですね。ちょっと切られてもしかしたら損だったのかもしれません。しましたけどね。
まあ最後の手止まりっていう感じでしょうか。はい、でこれは最後まで打たれまして、結果は白の一目半勝ちということで、非常にあの細かい碁でしたね。なんか黒にもチャンスがあったんじゃないかなっていうようにも思えますし、はい、大変難しい寄せ勝負のね一局でした。はい、じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。